おはようございます。ジレット回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー事業プレイ始めていきたいと思います。はい。いやでもなんだかんだでさ、聞いてほしいんだけど、もう動画1000本超えてました。すごいね。動画1000本超えてたんだな。ね、これ動画1000本っていうのは、いる、なんか、ね、今時 VTuber さんとか、ね、YouTuber さんとかいますけど、それでもなかなか達成じゃん、放送や。もっと今までだと思う。うん。何でもやってくれないから、当たり前だろ。祝われたいのかっていうと別にそうでもないです。これからも普通にやるだけなんでね。はい、やっていきましょう。今回のチームはですね、ファーラット、グレムリン、プロトキラーとなっております。はい。というわけでね、惑いの木、ラリホ、メンタルコマンド、状態上ばっかですが、相性は、草原森チームのみです。はい。状態上チームというね、ペナルティ相性を回避してます、ちゃんと。考えてんだぜ。というわけでですね、状態上攻めパーティーでございます。はい。いや、うまいこと組まないと、本当にペナルティ相性で状態上成功率下がるから、それをね、頑張って懸念して組んでみたチームでございます。いろんな状態上かけれますが、まあ、とりあえずね、全員状態上かけたら必殺とバットプレス行きなんで、一人だけか、一人か二人です、かけれるのは。はい。基本的にね、状態上に特化する技を三つ選んじゃうとバットプレスになっちゃうんで、はい。もう二つ目にバットですよ。こっちとしても旨味がないしね。はい。行きましょう。まずはこのグレムリン、火の息、ブレス攻撃。行くぜ！ほい！あーでもそうか。あんま、そうだよな、ドラゴンと違ってね、やっぱドラゴン種と違って通常モンスターの息攻撃って威力低いものが多いからね。ベビーサタンとかもそうだけど、さあここでファーラットがね、廃光線いきます。光タンのね、これ強いよ。ただ刺さる相手がいないな。そうだね、刺さる相手がいねえな。廃光線ってことはファーラットが惑い抜きしてもいいんじゃない。旋空拳、あいいね、それはラッキー。まあまあ大丈夫でしょ。わあ、ちょ、グレムリン、グレムリンがえらいことになってったけど、ここでメンタルコマンド、精神攻撃、実行。いや、きついか。聞いた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 、いいよ。それはいいか、でかい。で、ここでね、じゃあ、開口戦、ラリホフィジカルコマンド行くか。うん。ラリホするか。グレムリンね、何がいいかって、この、モンスターマスターの称号でアップした、この賢さ。賢さ150から離れる、ラリホを食らよ。んんなんか最近さ、ラリホーの運に恵まれてないんだけど、最近なんかラリホーの運に恵まれてませんね。相手の体勢を見てさ、聞く音を選ばんとあかんわ、やっぱな。ちゃんと。まあ当たり前のことなんですけど、相手の体勢見てこういう状態でパーティーって、一番聞くのを選ばれる。それダメだわな。雑魚おお、弱やっぱ攻撃面が、俺らの攻撃面弱すぎって。攻撃面が弱すぎる。攻撃面があまりにもひどい、これ。だから、やっぱり、ただコンピューにこの状態上系って難しいんだよ。コンピューにこの状態上系をさ、ふっかけるってめっちゃ難しいんだよな、よくよく考えたら。有機補正も相まってな。よくよく考えたら超難しいことをしてねえか。メンタルコマンドいっか。多分これだわ。うん。基本的にこんなに火力なかったら削り切りも大変なんで、削り切りそのものがすごく大変なんですよ。言っちゃえば。敵の有機補正も相まってな、難しいな。ほらなほらな、まずここで公園で通行抜き出してさ、ちゃんと勇気溜まるから。そういうことよ。これ、コンピューター相手に全然刺さんねえ戦いじゃん。PV、友人間でやる、みんなで激闘には使えそうなんだけどね、こういうパーティーね。コンピューター相手に吹っかけるの超難しい。大きい槌避けんのえ、大きい槌って避けるの、精神攻撃、実行、いくぜ、空っぺ、空っぺ、誰が聞いた、だいぶ聞いた、だいぶ聞いた、だいぶ聞いた、すごいすごいすごい、それはでかい、それもナイス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 、いいよ、ナイスナイス、それはナイス。結構今回、今日のね、プロトキラーメンタルコマンドのね、成功率凄まじいですよ。まあさすがに向こう勇気溜まってないべ。こんな足すくんでさ、いくら痛恨でたのでさ、向こうの勇気が溜まってるわけがない。ね、オッケー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 、さすがに、さすがにそれそうだわ。で、勇気のさ、総裁に持ってこうぜ。総裁持ってこう、総裁。総裁持って判定勝ちよ。わかる ?TOD。わかる ?TOD よ。わかるこの前やったぞ、TOD。おー、ちょっと待って待って、ちょ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 、4。うおー！TOD よ。わかる？火の息、いいよ、詰めていこう。ゆっくり詰めていけ。慎重にいけ。慎重にいけ。焦るな、慎重にいけ。そう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 。
この動けないでかいよ。慎重に行け、慎重に行け。さあ、ここでね。あ、いいね、窓行け。止めようぜ、止めようぜ。はるちゃん、窓行け、行くぞ。はい、せーの。はい、ペナルティかかってないのはでかいよね。状態上のチーム組むとさ、ペナルティかかるのがマジでやばいからな。成功率マイナス 20% だよ、あれ。だから、それをかけないようにしないと、こうやって、状態上は全然成功しなくなるからね。まあ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 、ここで、なんね。これも、あ、いや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 、こっちもかい？大丈夫。まあ、ここでメンタルコマンドで行くんだよ、私。おい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 、大丈夫か？いいねなんでそんな、ちょっと待って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 、すごい、すごいぞ、今回。これどうだろう？向こうの雪溜まってんのかな？溜まってなかったらもう何があろうか勝ちやで。すげえ止めたぞ。めっちゃ理想的なね、流れですよ、正直。さあ。あれ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 、勇気溜まってませんね。散々止めた結果ね、向こうの勇気が溜まっておりません。めっちゃ理想的だったもん、正直めっちゃ理想的。カラッペのメンタルコマンドが超効いたわ。マスターダブルスキャンでね、成功率上げといたけどね。いくぜ、うおー、いやー謎すぎる。うわー、すげーじゃん、めっちゃ止めたじゃん、やば。はい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 、まあ状態上に味を占めるとね、やっぱね、やめらんないですよね、これ。状態上味占めるとマジでいいなって思っちゃうよね。これもラリホーが通りそうだね。ラリホー通っていくか。メンタルコマンド押していくか。いや、これはね、やっぱね、HP も結構、草原森チームのおかげ高くなったし、ね、これ結構、対人だったら嫌なチームだよ。対抗戦行くぜ。はい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 。はい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 、いや、いい打点、いい打点、いい打点。あー、ここで動いて動けちゃうか。爆裂系、ワン、ツー、レンダー。基本的にグレムリンだな、狙われるのは。フワーラとかグレムリンだな。どっちかはね、結構、この2体はどっちも避けれるモンスターではあるから、バチコリヒュッと避けてほしいね。やっぱり回転ラリアット、回転ラリアット打ってくれる分にはね、カラッペがね、全体攻撃キラーになってくる。いくぜ、必殺賢さ 150から離れるラリフォー。いくぜ、はい、よいしょ。んん、まあ、ここで私メンタルコマンドに行くんで任せてくださいよ。今日の調子、オイルの調子はいい。いくぜ、はい、よいしょ。さあ、どうだ。え、まさか、やばいって、ちょっとやばくない、君たち。え、カラッペすげえ、やべえのお前。え、カラッペやべえのお前。カラッペやべえぞお前。え、全員切ったぞ。え、カラッペやべ、どうした今日。今日お前どうした、やばいぞ。いや、カラッペお前やばいって今日。すげえじゃん。全員止めたのはすごい。やばい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 。会社次出やすくなったって。お前。固定ターンにしか使わない SP をまさかの。はい、行くぜ、ヒノキ。はい、ポン、はい、いいよ、しっかり当てて、オーシャンクローが火が通るんですよ。いや、よくないこれ。え、やばくないこれは、やばい。まあ、ここ痛恨くらいの仕方ない。まあね、こいつは単体しか持ってないしね。はい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 。まあ、ここはね、必要経費は。まあまあ、必要経費、必要経費。大丈夫、大丈夫。まあ、分かってることだから。ね。いいよ、いいよ、いいよ。メンタルコマンド、見せてくださいよ、カラッパさん。行きますよ。せーの。まあ、そういうこともあるわな。さっきちょっと聞きすぎた。さっきはちょっと聞きすぎたと思う。正直、俺もさっきは聞きすぎたと思うから、まあ、しゃあないと思うよ、それは。それ仕方ないと思うよ。それ仕方ないと思うよ。さあ、行くぜ、開口戦。はい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 。あーっと、そいつ出ちゃうか。大丈夫大丈夫。まだ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 、まだ大丈夫ですよ。いやいや、こっちもスペシャルカードもあんねんね。大丈夫。ラリホー150、賢さ150が当たる、グレムリンの、ラリホー、イェーイ、オッケー。一体聞くだけででかいよ。一体聞くだけで違うのよ。このね。一体聞くだけで違うから、もうアドだから。一体さえ聞けばアドよ。あー、氷ナム怖いね。はいはいはい、怖いね。だよねー。だよねー。からだよねー。コンピューだもんね。君コンピューだからやるよね。そういうこと。コンピューターだったらやれるよね、それぐらい。うん。ひっきゃーこっすーこっすいわ、お前。ほんとこっすいわ、そういうとこ。ちゃんとコンピューターそういうあたり選んでくるからな。うん。そのコンピューターにして俺状態上ふっかけてから、喧嘩もっちかけても一緒だよ、もう。
完全に喧嘩持ちかけてるんだから。行くぜ、開口戦。ん？あー、そうだな。うん、それはまあ仕方ないか。まださすがに溜まってたら、これで溜まってたらもうね、俺はね、訴えるわ。それで向こう溜まってたら俺訴えなきゃいけんもん、向こう。返し2回食らってんだけど。空っぺにしかも集中するからね、から痛恨出た瞬間は。さあ、どうだい？前方客。なんだなんだ。さっきみたいにね、理想的にバッとハマればでかいんだけどね。状態値チーム、ある意味痛恨の敵チームロマンあるな、こうしてみると。あれでも向こうがほとんど動いちゃうと意味ないね。状態値はやっぱ先手で止めたいよね。あー、これ判定負けまであるな。これ判定負けあるな、普通に。フィジカルコマンドやねえか、いよいよ。いよいよそうなっちゃったじゃんか。お、意味、お、ダメだ、打たれガードだぞ。お前やってんな。それはお前やってるわ。ここでラリホーでケアマシンスに寝ればアドです。いきます。ラリホー！ちょっと待って、それは厳しい。オーシャンクローは厳しいな、寝ても。これ開口戦、なるほどね。開口戦を選ぶ。輝く。なるほどね。いいよ、いいよ。ただ、これは負けだぞ。ちょっとごめんなさい、これ負けっすよ。お鍋の蓋カードはどうしようもないしなんで。なんでお鍋の蓋がガードすんだよって突っ込みどころかはないわ。ね、君はやる、ちょ、待って、何？またやってんな、何？お前はまた俺を怒らせんのか？またお前俺を怒らせんのか？今回言わせればいいんだよ。おい。おい、いい加減しろよ、お前、ほんとに。おい、コンピューター、ほんとにそういうとこ分かってる？あ、お前さ、不利になるとさ、不利になるとすぐそれするよね、君たち。お前、ほんとそういうところだぜ。じゃあ、最後に腹を打ち出せましょう。いきます。最後に腹を。いきます、バットブレス、最後に。最後の最後にバットブレスです。カラッペにとっては背中から発射しております。いくぞ、バットブレス。状態しますと3つ発動するとね、大体発動します。いきます、バットブレス。打撃とダウンウォールです。いきます。せーの。はい。地味にそこそこ強い。地味にそこそこ強い技でした。さよなら。まあ、そらそうだわ。いや、無理やって。いいんだよ。いいんだよ。今、そういうとこしなくても。いいんだよ。ここで全員避けたら面白いけどさ。無理だろ？そりゃ無理だよ。俺たちがコンピューじゃねえんだから。対人でね、この強さを証明したいと思います。いや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 。コンピューだとね、やっぱ補正が素晴らしいんで、コンピューの補正はもう卑怯です、あれは。なので、これだったら証明しやすいんですよ。対人で証明します。しかし、ちょっと待ってください。対人の相手がちょっとこれは強すぎます。対人の相手にしたらちょっと強すぎないかと。ちょっと強すぎる対人相手でございます。でもこれに勝ったらもうさ、さっきの一戦のチャラだよ。コンピューの補正がズルだったってことだからね。ここでね、補正をね、なくした PVP で勝負ですか？ホーランで勝負ですか？ホーランで勝負ですか？ホーランで、こういうことね。で、CPU と違って、対人同士は勇気のね、補正もないから。CPU は勇気溜まりやすいって補正あるけど、この対人モードだったらないからね。これで真剣勝負できるからね。ちゃんとした勝負見れるからね。はい。いや、もういい。データダンス止めないと、あ、どうにならないぞ。これ、データダンス止めないと意味がない。どうだ？あー、意味ない。え？あー、意味ないね。意味なかったな。残念、残念。まあまあまあ、でも、ここに2体止めるのはバクワードです。で、基本的にこういう状態上チームっていうのは、状態上かけまくって、勇気逃げすることですからね。勇気逃げすんのが1枚でね、こういうのは。どうしようかな。開口戦が一応打点になってるから、これだよね。基本的にこうだな。こういう感じです。基本的に2体が状態上して1体だけが攻めるっていうのが、この基本的なね、戦い方です。はい。ようやくね、この強さを証明。特技ガード。まさかの特技ガードでございます。いきます。いきます。グレムリン、グレムリン。なるほど。はい、はい。はい、そういうことなんだ。そういうこと、これが現実。これがそういう、もうこれが現実。賢さ160から放たれるアリホーがさ、効かないわけないじゃん。そういうことですよ。わかりました？もうコンピューだとね、やっぱ補正が素晴らしいんでね、もうね、参考にならない。こういうこと。ここでメンタルコマンド止めちゃうよ。バトルマスターいける。メンタルコマンドなんとか。どうだ？そう。
うでしょ、そうだね、バトルスター止まるね、すごくないこれ、こういうこと、そういうことだよ。もうフィジカルコマンドでいいかな。あーどうだろう、バトルスター釘付けでもよかったから、基本的にもう勇気で逃げれる。だってもうね、基本的に勇気を貯めればもう勝ちです、これは。だからしっかり当てればいいからね、もう当てるだけでいいよ。ここで当てて次のターンに勇気が貯まるかなっていう感じですね。暗黒ゾーンが来ようが大丈夫大丈夫、ここで食らうダメージは多いが、ここでね、ここでもう一回ラリホーしますんで、いきます、ラリホー。あっ、まあでもラリホービートルよりは信用性あんな、賢さの数値が違えもん、ラリホービートル賢さの数値が違いますからね、賢さ160よ。おっと、いいね、グレムリンの回避率は高いんだよな、モンマス、モンマスで行くとねマジで高くなるからね、グレムリン草原森チームとね、モンマスのね、あーお前なんでファラちゃんそういうことすんの。さあどうしましょうかね、もう勇気逃げしていこうぜ、勇気逃げな、もう見て勇気の差はすごいからね、勇気の差はもうだいぶついてますんで、基本的には大丈夫です。いいね、ようやくファーラットがちゃんとナイトリッチに当てたね、開口戦。あ、ここで現れる、うわ今日初出勤4ターン目して初出勤スターフレアです、大丈夫でしょ、大丈夫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 だ、慎重に行け慎重に行け、大丈夫だ。グレムリンがスターフレア若干取られるんだよな、でもな、うわほら、だから避けるしかないんだよお前は。うーわマジで、ここでラリホーでね、ナイトリッチをデンタサウス寝させます、いきます、いくぞ、うラリホー、はい、オッケー、すごいなお前、グレムリン、やっぱそういうことよ、いや対人だと分かんない、ほんと本来の強さが分かる、うん、コンピューターと分かんねえからな、まあまあいいでしょ、マジで、ここでガードさん言うのは大丈夫、何があろうがもうだってね、これ今回スペシャルカードお互い使っていない状態ですけど、どうにしてもさ、次の一ターンで勇気が溜まるわけがないんですよ、はい、もう戦況を読めるじゃないですか、もう何があろうが勝ちですよもう何があろうが勝ちなんですよ、もうこの一ターンでもこの勇気が溜まるわけがない、結論対人では状態上が強い、モンマスはね、こういうこと、モンマスは状態上に書きやすいんだぜ、はい、オッケー、ちょっと待って、主人公ガンガン寝るやん、すげえめっちゃ寝るやんお前あいつもうゆっくり詰めるだけで勝ちだからね、はい、まあファイラーとかも頑張った頑張った、介護士しっかりやってもいいだけだよ、空っぽも頑張った、もういいよ、何があろうか勝ちだから大丈夫だよ、もう何があろうか勝ちだから、まあまあしゃあがない、しゃあないしゃあないしゃあない、もう十分止めた、十分大丈夫だ、もう勝ちが確定します、CPU でもない限りあの勇気よりは貯めれませんよ、ああ余裕ようやく本来の強さがね、3戦目にしてようやく本来の強さが見せられてね、私大満足です、満足です、最後の一撃は重いんですよめっちゃね、最終的に勇気で勝てばいいだけだからね、うん、いきます、うおこれはクソゲー自らクソゲーをふっかけた男、はい、というわけで今回はちょっとむせちゃった、はい、というわけで今回はね、バッドブレスチームね、実際に使ってみました、もちろんこちらね、チーム情報の通り状態異常チームなのね、あのペナルティは発動しておりません、はい、こちらね、うまいこと組めてるんです、状態異常をねかけまくるチームといえど状態異常チームのペナルティ受けてないっていうねいやいいチーム作ったなって思います我ながらね、これは対人でいいんだよ、ただねかからん時は全然かからんなので何とも言えないんですけど、結局のところ、ただ今回ね、まあ、初めポカイラかしてますけど160からのグレムリンのラリフォーやべえよあと空っぺのメンタルコマンドもね、マスターバスキャンでね成功率を上げればだいぶね刺さるんでね、やっぱ状態異常はね対人の花だよ、うん、結局削り切りが強いゲームではあるんだけど、状態異常はたまに花になるよね、うん、イライラ必須だけどねというわけで今回これぐらいは終わりたいと思います、お疲れ様でした。